日本の芸能ニュースチャンネルの親愛なる視聴者の皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。本日も盛りだくさんのニュースをお届けしますので、どうぞお楽しみください。それでは、早速本日のトピックスに移りましょう。記事のタイトル、長瀬恋が、これが、スーパーアイドルですを証明する。学生寮のミスコンでのキス投げに、ファン騒然長瀬廉が、 彼のスーパーアイドルとしての素質を存分に発揮しました。最近開催された学生寮のミスコンで彼はファンを驚かせる魅力的なパフォーマンスを披露しました。このイベントでは長瀬廉は単なる出演者を超えて彼のカリスマと才能を全面に押し出しました。彼の登場は会場を沸かせました。長瀬廉はステージ上で自信に満ちた笑顔を振りまきながら オーディエンスに向けて特別な瞬間を提供しました。その中でも特に話題となったのが彼が大胆にもファンに向けて投げキスを披露したシーンです。この予期せぬ行動にファンたちは大いに盛り上がりました。また、長瀬廉はパフォーマンスだけでなくその場に集まった多くの人々とも親密な時間を過ごしました。彼の人間味あふれる姿勢は ファンにとって、さらなる魅力となりました。彼は、単なるアイドル以上の存在として、会場全体を魅了しました。長瀬廉のこの出来事は、彼が日々進化し続けるアーティストとしての証明です。彼のファンは、彼の次なるステージでの活躍を心待ちにしています。長瀬廉が見せる成長と才能に、今後も注目が集まることは、間違いありません。 キングプリンスの長瀬連が6月29日放送の筋トレ毎週土曜昼1時30分マイナスに30日本テレビフールでも配信で学生寮を訪問。寮内でミスターコンテストを開催したほか学生からの相談に乗る一幕があった。愛媛出身者が集まる学生寮に潜入。冒頭で長瀬はこのお花と長瀬が 初夏の訪れをお知らせしますと、初夏のご挨拶をするなど、楽しげな雰囲気でスタートした、長瀬恋の潜入。両ご飯今回は、東京、小金井にある、愛媛に、ゆかりのある学生が暮らす、学生寮、南尾名林館を訪問。大学3年生の中岡さんに出迎えられると、長瀬は、かっこよいよね、同じ事務所と声をかけるなど、早速距離を縮める。 寮生が集まる食堂に入ると、学生たちは歓迎ムード。長瀬は、イケメンというか格好良い人多いよね。と話すと、学生たちも、よく言われますと、得意げ、相次いで似ている。芸能人の名前を挙げると、長瀬は、芸能人寮やんと褒めていた。学生たちとミスターコンテストを開催。中岡さんによれば、寮君は、男を磨けだそうで、毎年寮内で。 ミスターコンテストを開催し、新宿、原宿、渋谷で街頭で投票を行っていると話す。中岡さんは、ぜひ長瀬さんと一緒にやりたいと誘うと、長瀬は、まあまあのスーパーアイドルやでとまんざらでもない様子。審査委員長に、館長の塩見さんを迎え、寮内でミスターコンテストが開かれた。スーパーアイドルのご登場です。全員角度。 国宝級のイケメンと紹介を受けて登場した長瀬は、決め顔に加えて、ターンを披露して、アイドルの貫禄を見せつける。さらに長瀬は、投げキスをして、これが、スーパーアイドルですと決め台詞を放つと、学生たちからは、歓声が上がった。潜入取材で学生の相談に乗る長瀬。今回、両ご飯を披露したのは、市川さん、山下さん、青石さんの3人。 それぞれの部屋を訪問する中で就職活動真っ只だ中の山下さんから面接を見て欲しいと相談を受けた。長瀬恋は最近のインタビューで自身の経験について率直に語りました。彼は朝ドラの時ともう一つあって事務所から来ましたと語り始め、その後にキングプリンスというグループで活動させていただいていてと続けました。長瀬は 朝ドラ出演時の印象的な経験を振り返りながら、自身のキャリアの転機についても触れました。このインタビューに対し、共演者の山下さんは驚きを隠せませんでした。普通に面接やられてるんですね。とコメントし、長瀬の語る過去のエピソードに興味津々の様子でした。彼らの交流からは、俳優としての奮闘や成長の軌跡が伺えます。 長瀬廉のこの率直な発言は彼のファンだけでなく俳優志望者や業界関係者にも示唆に富んだ内容となっています。彼のこれからの活動にますます注目が集まることは間違いありません。長瀬は面接官として山下さんに向けて自己 PR のロールプレイングを行った。山下さんが自己 PR を始めると長瀬は微笑みながらも長いな。 もっとまとめないと要点を見失うよ、とアドバイスした。さらに、言葉をもっとうまく使って伝えていかないと。面接は、人とのコミュニケーションなんだからと、具体的な指導を行った。長瀬は、山下さんに対して、要点を絞り込み、自己の強みや経験を明確に伝えるように促した。その一方で、 自然な会話の流れを大切にすることも強調し、面接での印象付けの重要性を伝えた。このプロセスにより、山下さんはより自信を持って、自己をアピールする方法を学び、実践することができた。山下さんは、これを見て落とされるかもと、自虐的にこぼすと、長瀬は、ここからどう変わるかとさりげなく励ましていた。フジテレビの人気番組、長瀬恋の潜入。 両ご飯が視聴者に新たな感動を届けました。この番組は通常学生たちが自ら作る両ご飯をメインに据えていますが最近の放送会では特に注目されるシーンがありました。それは俳優である長瀬恋が学生たちから頼りにされ歓迎されていたことです。長瀬は積極的に学生たちと交流し両生活の一員として 自然なコミュニケーションをとっていました。番組では、長瀬が、寮生活に、どのように参加し、どのように学生たちと共に食事を作り上げていくのかが、丁寧に描かれています。彼の姿は、単なるゲスト出演を超えて、寮生たちの一員として受け入れられ、共感を呼んでいました。長瀬の率直な態度と、飾らない人柄が、視聴者に強く伝わり、 番組の魅力をさらに引き立てました。さらに番組は、両ご飯を通じて、人間関係が、どのように育まれ、深まっていくのかを探求しています。長瀬の参加が、両生たちの絆をより一層強固なものにするケーキとなったシーンも多く見られました。その一方で、彼らが料理を通じて、日常の喜びを分かち合い、共有する姿は、視聴者に温かい感動を与えました。 番組はこれまでにない視点から、両生活を捉え、その中での食事という日常の大切さを再認識させる内容となっています。長瀬恋の参加がもたらした新たなエネルギーは番組の進化と進化を象徴しています。今後も、さらなる感動と共感を視聴者に届ける、長瀬恋の潜入、両ご飯その展開に、ますます注目が集まります。